はい、こんにちは、そらなみです。今日はですね、まあ、伊勢の、南伊勢の方を、走ってきたんですけれども、まあ、帰りにですね、まあ、よく寄る、まあ、秘密の場所、まあ、今日もね、ちょっと一つご紹介を、したいと思います。これ今ですね、国道23号の、バイパスを今走ってるんですけども、伊勢方面からですね、松坂方面に、走る途中の、左側にですね、ジャスコ、イオンですね、が見えるんですけども、そのちょっと手前、のこの歩道橋のとこですね、ここをですね、この右側がね、あのモトクルーっていうバイク屋さんなんですけど、ここの、この信号ですね、はい、ここを曲がっていきます。でね、今日ご紹介する場所はですね、本当にちょっと奥まったとこにあるし、もうちょっとなんだかわかんないとこなんですよ。農業法人さんの倉庫みたいなところをですね、にあるというか、もう改造してあるというか、そこにですね、幸せ屋さんっていう、まあ非常に僕の好きなんですね、スイーツ屋さんがあるんですね。で、そこはですね、動物とか、ヤギとかね、ポニーとかもいたり、まあ夏はプールもあったりとかですね。それからあと、鶏肉の、味噌だれの、なんていうんですかね、焼き鳥屋さんみたいなのもあって、まあ非常にですね、面白いところなんですよ。ここです。入って、わかんないでしょこんなとこ。わからないよね。これ多分地元の人でもなかなかちょっとわかんないんじゃないかなと思うんですよ。こんなところに店があるなんてね。まず思わないですよね。はい。ここです。空波鳥の秘密の場所。パート2ですね。シェブロンカフェに続いてパート2。幸せ屋さんです。はい、着きました。こちらね、左手が、鶏味噌屋さんと言いまして、焼き鳥屋さんね。で前、正面のところは、足湯もあります。のんびりね、足湯に使うこともできますね。夏は水でね、冷たいですね。気持ちいいですよ。はい、じゃあ、行ってきたいと思います。はい、ここなんですよ。ね、これ倉庫じゃないですか、どう見ても。ね。幸せ屋って書いてありますでしょ。ここのですね、プリン、それからシフォンケーキ、からシュークリーム、最高ですね。プリンを、はい、4つずつ、はい、はい、それと、シフォンケーキの、メープルをカット1つと、それからごまシューを1つ、はい、お願いします。ごま臭とシフォンケーキだけ食べたいんで、はい、あ、はい、はい、はい、あ、じゃあコーヒーを、すいません、ショコラのシフォンケーキも持ち帰りで一つ、はい、プリンの方でいいですか。あ、プリンの方で、はい、はい、大丈夫です。ショコラのカットを一つ、あ、ごめんなさい、この
中サイズ一つ、はい、ありがとうございます。はい、お会計の方こちらです。はい、ついた感じの店内ですよね。いつも来てもね、あまり人がいないんで、本当にゆっくりできて落ち着けるとこですね。いいとこですね。ここのね、コーヒーはね結構美味しいですよ。まあ、なかなか喫茶店みたいな、感じでいけます。ちょっとね、砂糖はやめとこうかな。ミルクだけにしときますね。まあ甘いもん食べるからね、ちょっと砂糖はやばいですね。でですね、まあ、ここのシフォンケーキなんですけど、これをね、僕もとりあえず、僕もそんなにね、そのシフォンケーキやたらめったらたくさん、食べてるわけじゃないんですけど、これもね、以前へんば餅でもこう食感って伝えたと思うんですけどね、これ素晴らしいですよ。すごいふんわりしてて、でもね、コシがあるんですよね。ふわシャキふわシャキ、味もね、とってもうまい。取れてますかね。たまに取れてないかな。やっぱり、ヘッドの辺につけてるカメラ動いてなかったこれね、ほんと美味しいですよ。このシフォンケーキ食べてね、初めてシフォンケーキの美味しさが分かったというか、美味しさを知ったというかね。本当に美味しい。シェブロンカフェも落ち着くけどね、ここもほんと落ち着くよね。おいしい。あっという間に食べちゃいましたね。でしょ、めちゃめちゃこうクッキー感があるシュー生地なんですよ。
叩いてみましょうか。ほらほら、カチカチ。なんだこれ、サクッて言うんですよこれ。ほら、ありがとう。すごいでしょこのサクサク感。うわー、うまい。でね、この中の、まあ、外にもこのごまが、ついてるんですけどね、中のクリームもこう黒ごまが、ね、で甘さはね、それほどそんなにしつこくほど甘くないもんで、ほんと美味しいよね。このね、映像ではこう味は伝わらないもんでね、それがほんと残念ですね。と味を伝えたいですね。クリームもうまい。うん、たまらないですよね。サクッっていうのとね、いつもねバイク乗るときはね、もう朝飯抜いてるんですよね。昼こういうの食べちゃうから、腹空いてるからっていうのもあると思うんですけどね、余計にうまいね。もうまあ、今日の僕の昼飯ですけどね。ほんとここいいよね。でプリンがね、また今日はもうちょっと食べないですけどね、子供たちも大好きですよね。あー、ごちそうさまでした。じゃちょっとせっかくなんでね、外のところもね、いくつかご紹介したいと思うんで、まあもうちょっとあまり時間もないかもしれないですけどね、ちょっとお店を出たいと思います。ごちそうさまです。ありがとう。はあ、美味しかったですね。ここのね、焼き鳥屋もね、本当うまいですよ。昼飯には最高だと思うんで。ぜひツーリングとか来た人ね、ここで飯食ってください。若鶏、ひね、それから鶏味噌野菜。ちょっとね、メニューはね、松坂にある前島食堂とかとね、ちょっと似てるんですけど、とても美味しいです。はい。で、ここはまあ、庭、これもともと何なんですかね、こうまあ、農業をされてる、ところがしてるでしょうけどね、ちょっとこうなんですか、子供が喜びそうな、スポットになってまして、動物とかいるんですよね、まあ、ポニーがいますね。聞いた話によると、ちょっとここのポニーが一回脱走して、
バイパスを走ったらしい本当かどうかわかんないですけど、結構大変だったらしいですよ。人懐っこいですね。人見るとやってきますね。なんかもらえると思うんですかね。ね、まあご飯食べに行きがてらね、ちょっと動物にも触れ合えるし、まあ足湯もあるし、ね、スイーツもあるしね、いいとこですよね。かわいいね。でこっちの奥の方にはね、ちょっとちっちゃいんですけどプールもあるんですよ。で夏はそこで子供とかも泳げますしね。うちの次男坊なんかもすごくお気に入りの、場所ですよ。でお金かからないしねそれが嬉しいよね。これはヤギですね。はい、立派な角ですね。おう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 おおお、すごいすごい数ですね。おうおうおう、あと魚が鯉とかいる池があったかと思うんですよ、この奥の方ね。ここがプール、夏場はここでね、親はここの日陰で休む場所もあるし、ね、プールはあるから子供は遊んでられるしね。本当にこうちょっとした地元の穴場スポットですよね。駐車場もね、こんだけたくさんあるしね。この、なんですかね、この施設の名前が、何でしたっけね、これさっきのスイーツ屋さんは幸せ屋さんで、焼き鳥、鶏肉の焼き鳥屋さんは、鶏味噌屋さんで、ここ全体的がね、これから村っていう名前が、ついてたと思います。これから村ね。はい。これから発展していくといいですね。ちょっと案内図がここにあるんで、案内図をちょっと最後に、映してみたいと思います。はい、あ、幸せ動物園って書いてありません、失礼しました はい、まあね、せっかく伊勢に来た時にはですね、ツーリング行ってきていただいた際はちょっとお寄りいただければね、本当に休める場所でいいと思います。